モンゴル国、モンゴル国、モンゴル国、通称モンゴルは東アジア北部に位置する国家。東と南の二方向を中国内モンゴル自治区と西を新疆ウイグル自治区、北をロシア連邦とそれぞれ接する内陸国。首都はウランバートルである。モンゴル高原のうち外モーコがイモーコ、外モーコと呼ばれたゴビ砂漠以北の一帯に。 ほぼ該当する領域を国土とする。正式名称は、モンゴル語、キリル文字表記で、モンゴルオルス、ラテン文字転写は、日本語の表記は、モンゴル国、通称モンゴル、英語では、モンゴリアと呼ばれる。モンゴル語名、モンゴルオルスの、モンゴルは、民族名で、オルス、ウルスは、国を意味する。19世紀、外、 モンゴルから内モンゴルにかけては、新朝の支配下に置かれていた。20世紀に入ると新朝は、北方の自国領の人口密度を高くすることで、ロシア帝国側の侵略を防ぐ政策を実施し、それまでの偏境への肝心入植制限を廃止した。内モンゴルでは、遊牧地が肝心により、高地に変えられ、モンゴル民族のうちに反感、独立感情が高まり、 反官暴動が頻発した。中には、貴族ののように、馬族となり肝心襲撃を繰り返す者もいた。一方で、知識人らは、肝心商人承認の活動に反発を覚え、未だ危機感の薄かった外モンゴル地域と連携して、独立を達成することを覚悟。外モンゴル貴族のらと協力し外モンゴル諸公に、独立のための説得工作を行った。1911年に、 侵害革命が起こると、すでに、ハイシャンダの説得工作が功を奏し、ロシアに、独立のための財政援助を求めていた春八方、外モンゴルの多くの地域の王校たちは清市からの、独立を宣言た。モンゴルにおける、チベット仏教会で最高権威かつ、民族全体のシンボルとして君臨していた化身ラマ、活物のジェップツンダンバホトクト発生、ボグドハーンを、モンゴル国の君主、 半として衰退し、ボグドハーン政権を樹立した。1913年には、チベットとの間で、相互承認条約を締結した。統治機構は、新庁の整備したものをほぼそのまま利用することで、スムーズな政府の設置ができた。ただ、内モンゴルとの連携については、内モンゴル解放軍を派遣し、一時的には、内モンゴルの大部分を制圧したが、モンゴルの後ろ盾として、 経済的、軍事的支援を凍ていた、帝政ロシアが、中華民国への配慮から、内モンゴルからの撤退を要求、撤収を余儀なくされた。1 9十五年、で、中国の総主権下での外モンゴル、自治のみが、真の後を引き継いだ、中華民国、以後、中国とするとロシアによって承認されるが、内モンゴルについてはこの地への進出を伺いた、日本に配慮して、 現状維持とされた。また、内モンゴルでも外モンゴルの独立に交応する動きが見られたが、内モンゴルのかなりの地域が肝心地域になっており、中国が手放そうとしなかった子、モンゴル人の間で統一行動が取れなかったことなどから内外モンゴルの合併には至らず、以後別々の道を歩むことになる。1917年、ロシア革命が勃発して、 力の空白が生じると中国は外、モンゴルでの勢力回復に乗り出し、1919年には外、モンゴルを占領し自治を撤廃するが、1920年10月、赤軍との内戦で不利な状況に追い込まれていたロマン、ウンゲルン率いる白軍が、体制の立て直しのために、モンゴルへと侵入して、中国軍を駆逐、ボグドハーン政権を復興させた。しかし、 ウンゲルンの残虐な行動に人心が離反。そんな中で、ボド、ダンザン、スフバートル、チョイバルサンら民族主義者、社会主義者は、モンゴル人民党、後のモンゴル人民革命党を結成、ソビエトの援助を求めた。これに応じた赤軍や極東共和国軍はモンゴルに介入し、7月にジェプツンタンパ発生を君主としていただいたまま、モンゴル人民政府を樹立した。こうして、 立憲君主制国家としてスタートすることになった新生モンゴルだが1924年にジェプツンタンパー発生の死去を契機に人民共和国へと生態を変更モンゴル人民共和国社会主義国が成立したなおこれら一連の動きや内モンゴルとの連帯においてラブリアートモンゴル人の活躍や理論的支えが大きく貢献していたブリアート人の活動なしには この独立はありえなかったであろうが、モンゴル国では彼らを過小評価しがちである。モンゴル人民共和国は、1924年から1928年、ダンバドルジ政権のもと、強硫な社会主義政策にとらわれない、解明的諸作を打ち出したが、コミンテルンの指導、ソ連からの圧力により、中蘇対立以後も徹底した、新祖、社会主義路線を取ることになる。 一方、ソ連側は一時期モンゴルを第十六番目の共和国として、ソ連に加えようとしていたとの説もある。九百二十九年から九百三十二年には、厳しい宗教弾圧と遊牧の強制の行化、機械化、集団化など、急進的な社会主義政策を取るが、各地で国民の約四十五パーセントが参加した暴動が発生し、多くのチベット仏教像、冬遊牧民が、 暴動の指導者として虐殺された。その後は、急進的な政策はやや緩和され、教育や産業の充実が図られたものの、半革命の角で粛清された国民は、かなりの数にいった。1934年にソ連と相互軍事援助協定が締結されるとともに、ソ連の指導者であったスターリンから、ラマ教寺院の破壊を繰り返し要求されるが、現伝首相は拒否した。 1936年に、モンゴル秘密警察が設立され、ソ連派のチョイバルさんが主張となり、現田はソ連に装置され処刑された。また、同1936年3月には、ソ連との間で、相撲総合援助議定書が締結された。1937年から800の修道院が破壊され、約1万7000名の僧侶が処刑された。 同年、大規模なソ連軍が進駐すると、政府、軍部交換、財界首脳ら5万7千人が、原田首相に関わるスパイに関与しとして逮捕され、2万人が処刑された。チョイバルさんは当初ラブリアート知識人が唱えた、モンゴル語のラテン文字化ではなく、キリル文字化を決める。これによって、革命前は0.7%だった、識字率が1960年代には、 文豪の絶滅を宣言するまでに上昇する。1945年のソ連対日産戦では、モンゴル人民軍は内モンゴルの東部から西部まで進駐し、その占領下では東モンゴル自治政府や内モンゴル、人民共和国など内外モンゴル統一運動も盛り上がるも中華民国が独立承認の条件とした外、モンゴル独立公民投票とモンゴル人民軍の撤退を ジョバルさんは受け入れる。チョイバルさんは1952年に死去するまで独裁政治を行った。後継者であるセデンバルは西部の少数民族の出身ながら粛清による極端な人材不足に乗じて一気にトップ上り詰め。セデンバルはロシア人の夫人と共に数十年間にわたってモンゴル、人民共和国を支配したが、1984年に健康上の理由に、 認知症との説が有力より、初期長を事実上解任され、テクノクラート出身の実務派であるバトムンフが初期長に選ばれた。バトムンフは、モンゴルのゴルバチョフと呼ばれ、ソ連のペレストロイカに抗応した体制内改革を行った。近代のモンゴルと外国との戦争は1939年に、当時の満貌国境で日本軍、満州国軍と、 モンゴル人民軍、ソ連赤軍連合軍と軍事衝突したハルファガは戦争、ノモンハン事件と1945年のソ連対日産戦、1947年に新疆で当時の中華民国と武力衝突したの時のみで、それ以降はほとんど諸外国とは戦争は行っていないが、中華人民共和国とは中祖対立でモンゴルがソ連を支持したことによる、 政治的率があった。また、中華民国は1946年1月に一旦モンゴルの独立を認めたが、後ろ盾のソ連が国境内戦で中国共産党を支援したことを理由に承認を取り消した。そのため、戦後台湾に逃れた中華民国は、以降も長くモンゴルを自国領と主張することになった中華民国の政治体も関係参照。 1955年、モンゴルなど東側5カ国と日本など西側13カ国の国際連合加盟が国連安保理で一括協議された。しかし、中華民国がモンゴルの加盟に領有権を主張して拒否権を発動したため、ソ連は報復に日本の国連加盟に拒否権を発動した。モンゴルの国連加盟は1961年まで持ち越しとなった。 日本の国連加盟は1956年、1966年に、相撲友好協力相互援助条約が締結された。1989年末、ソ連、東欧情勢に触発されて、モンゴルでも、反官僚主義、民主化運動が起き、年明けの1990年春には、初めて、日本を公式訪問したドゥマーギンソドノム、閣僚会議議長、 首相の決により一党独裁を放棄した。1992年にはモンゴル人民共和国からモンゴル国へと解消、新憲法を制定し、社会主義を完全に放棄した。この民主化プロセスにおいては、国際援助機関の関与により急速な市場経済化が進められ、経済成長を重視するあまり富の公平な配分を怠り、 社会福祉を削減することで貧富の差を拡大させた。資本主義化二21年を経過した現在では、貧富の差の拡大は国家的問題となっている。また、社会主義時代から続いた官僚の汚職体質は民主化以後むしろ悪化しているとされる。セデンバル時代に批判されていたチンギス藩については、政府と国民が総力を挙げて、復権に力を入れている。 紙幣にまで使用されているほどであるまたカラコルム遺跡を除いて社会主義時代に積極的でなかったモンゴル帝国時代の遺跡の発掘や保存にも力を入れている社会主義時代はモンゴル人民革命党の指導的役割が憲法で規定される一党独裁体制であり議会制度もソビエト型の国家大会議を最高機関としてきたが 1990年の民主化後に自由選挙による複数政党制を導入し、1992年の新憲法公布後は共に直接選挙で選出される一員制の国家大会議と大統領が並立する二元主義的議員内閣制、反大統領制を採した。国家大会議はその後4年ごとに総選挙を行ってきたが、 その度に政権が交代するという経緯をたどっている。なお大統領は国民の統合の象徴とされ、国家大会議の可決した法案の拒否権や首相指名権などの実質的な政治権能を持つが、国家大会議に議席を持つ政党の非指名者しか立候補できず、また選挙のみによって直ちに就任するのではなく、国家大会議が選挙で多数を確保した候補者を、 法律で認定する手続きを経て就任する制約もあるため、より長い歴史を持つ国家大会議との関係は微妙である。モンゴル国の正式国軍である。モンゴル国軍は社会主義時代のモンゴル人民軍から社会主義政権崩壊後に国軍として引き継がれた軍隊である。モンゴル国では徴兵制度が敷かれており、満18歳以上の男子は、 一年間の兵役義務を有しているが、兵役代大金と呼ばれる納付金約800ドルを納付するか、海外に留学するなどで26歳までやり過ごせば、兵役義務は消滅する。子供が幼少の場合も免除される。総兵力は9100人、予備兵力は14万人、軍事予算は181億8、680万、ドゥグルグ、2003年現在。 モンゴル国軍の装備は、主に人民軍時代ソ連から取得した兵器が、ほとんどであるが、戦闘機や攻撃ヘリコプターなどはすべて退役している。現在保有するのは未マイナス 8T など少数のみ。地対空ミサイルも保有していたが、現在稼働状態にあるかは疑問である。機器の保守能力が低下しているため、戦闘機などに至っては、部品の共食い整備の挙句前期が退役した。 最近は組織の生き残りのために海外協力と災害対策を日本柱に掲げ、アメリカ合衆国などによるイラク侵攻に際してはいち早く指示を表明したほか、ソ連製装甲兵員輸送車に乗った国軍部隊を派するなどしている。他にもモンゴル国軍はアフガニスタン軍への指導を、ソ連製の装備に習熟していたためや、今後民主共和国での PKO 活動にも参加している。 なお国土が海に面していないため海軍は存在しないが、モンゴル戦績の商船は世界中の海で活躍している。国境警備隊は国軍とは別組織となっている。モンゴルが国境警備に力を入れるのは家畜が越境した時の隣接国とのトラブルに対応するためである。モンゴルの外交方針は隣国の中国、ロシアとのバランスを維持しながら、 それに過度に依存することなく、第三の隣国、日本、アメリカとの関係を発展させることである。以前は、ノモンハン事件による、反日感情も見られたが、相撲による交流が、盛んになった今日では、国民感情としても、日本とは、友好的関係が維持されている。日本より、多額の ODA が供与されており、日本車の中古車、特に、トヨタプリウスも人気である。 日本との外交関係は、1972年、昭和47年2月24日に樹立された。2004年、平成16年11月に、在モンゴル国日本国大使館が実施した世論調査では、日本に親しみを感じると答えた回答が7を超えた。他、最も親しくすべき国として第1位になるなど、現在のモンゴル国は、 極めて良好な親日感情を有する国となっている。また、兵庫県の担当庁、現、豊岡市担当庁との交流が長く、町内には日本でも数少ないモンゴルの博物館、日本、モンゴル民族博物館があり、交流が盛んである。2010年、平成22年4月1日より、日本国籍者は、モンゴル入国に際し、 滞在日数が30日以内の場合は、査証が免除されることになった。朝昌竜、白鵬、春馬富士、各竜の直近の横綱4名に加え、恒例での幕内初優勝を達成した、極天宝など多くの大相撲力士を輩出し、歴代外国人力士の最多輩出国となっている。相撲以外のスポーツでは、プロボクサーの落馬神が、 日本で、畑山貴則を下しモンゴル初の世界チャンピオンに、輝き、その後日本のジムを拠点としていた時期もあった。一方で、陸上長距離のセルオドバとオチルが、日本の実業団に所属し、豊富読売マラソンや大阪マラソンで優勝も果たしている。また、同じ日本の国技でもある柔道もモンゴル国内では、相撲に並ぶスポーツとなっている。自衛隊との交流も進展しており、 防衛大学校への留学生派遣や防衛省主催の各種セミナーへの参加を続けている。ほか、2004年には防衛大学校校長がモンゴル国を公式訪問している。日本の県にあたるアイマク、エイマグが21設置されており、県には軍にあたるソム、スムが347、さらにその下に村にあたる1681のバグ、バックが属する。 各ソムの人口は3000人ほどで、バグは50から100家族ほどで構成されている2001年アジア開発銀行の資料より、世界的に見ても都市への人口集中が高い国である。東アジアの北西部に位置し、西には標高4300メートルのアルタイ山脈と標高3500メートルの半外山脈がそびえ、東には1000から1、 500メートルの高原が広がり、北東には新葉樹林が広がる。あとの国土は高山砂漠とステップの植生が南の海抜平均1000メートルのゴビ砂漠まで続いている。国土の5分の4を占める草原ステップは牧草地に使用されている。重要な河川はバイカル湖に注ぐセレンゲ川とアムール川を経てオホーツク海、太平洋に注ぐヘルレン川がある。 近年、国土の90%で砂漠化が進行しており、6万9000平方キロメートルの牧草地帯が姿を消した。モンゴルで見られた植物種のうち75%が絶滅、森林伐採により川の水位は半減。北方の森林地帯を中心に3800の河川と3500の湖があったが、2000年以降、約850の河川と約1000の湖が、 地図上から完全に姿を消している。IMF の統計によると、2013年のモンゴルの GDP は約115億ドル。数とあたりの GDP は3996ドルで、世界平均のおよそ40%の水準である。2011年の調査では、1日2ドル未満で暮らす貧困層は115万人と推計されており、 国民の40%以上を占めている。2014年で主な輸出相手国は中華人民共和国で輸出の95.3%を占め、主な輸入相手国は中国が41.5%、ロシアが27.4%、韓国が6.5%、日本が6.1%となっている。主に畜産業と工業が中心で森武田は 世界屈指の埋蔵量を持っている。現在、モンゴル政府は、近郊や銅鉱モリ森デン、石炭などの開発を推進しており、エルデネット工業は、社会主義時代から、モンゴル国内最大の企業である。そして近年では、豊富な天然資源、とりわけオユトルゴイ鉱山を目的に、外資系が活発になってきている。しかしながら、政治的安定性が未だに構築されておらず、 政権が変わるたびに政策方針が2点3点することで外国の投資家に警戒感を持たせている。畜産は羊船168.6万頭、ヤギ船223.8万頭、牛184.2万頭、馬200.5万頭、ラクダ25.7万頭を飼育し、2004年統計牧草地の広さは国土の約80%である。 畜産は、そのほとんどが遊牧で行われている。農業は、社会主義時代は土を掘ることを忌避する風習が、改められ、食料自給できたものの、市場経済化で、穀物生産は落ち込み現在は、中国やロシアから輸入が多い。内陸国ではあるが、弁日席船の手数料を取るビジネスも盛んであり、約400隻を超える船舶が認められている。 モンゴル国国内には国際連合教育科学文化機関ユネスコの世界遺産リストに登録された文化遺産が2件、自然遺産が1件存在する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。